はい、すまない、またなんだ。マイクをねつけてなく実況してしまった15分から20分ぐらい、まあ、前回の動画なんですけど、つなげるともうまた3パートぐらい撮っちゃってる感じですね。で、編集、動画の編集中にずっとあの弓を撃たせてみたんですけども、まあ、100発ぐらい撃たしたのかな、永久に撃ってくるんで、多分無限バンダナなのかな、無限ヘルメットでもつけているんでしょう。仕方ないということで、とりあえず上までは上がっちゃいましょうか。とりあえず上までは上がっちゃいまして、で、索敵、もうちょっと真面目なね、索敵をちょっと考えましょう。と言っても下に降りられるような感じはないですね。向こうにも行けないと思うんだよね。そうなるとやっぱりあそこの裏側奥に行くのかなと思うんだけど、行きたくないわけですよね。でも左に行っちゃうと、登ってって左に行っちゃうと弓にねぶち抜かれる可能性はなきにしもあらずだし、もし戦うとしたら、まあ、この辺まで引いて、いや引くんとしたらあそこまで奥まで引かないと餌食にされるのかなと思いますが、ここね、ここだけ気をつけてさ、ここで狙ってこれてるのかな、狙ってこれてる、あー狙ってこれてるね、いった、狙ってこれてんのまずいよな、やっぱり。どうしたもんかな、これ。さあ、ここからどうしますかね。もうどうしようもないんですけど、あのなんか消える、自分の存在が消える魔法とかないんですかね、本当に。おとなしいじゃね、何の意味もないんですよ。音がなくたって姿は見えてますからね。ここからだってどうしようもないもんな。なんかやっぱあれかな、実はその打撃があんまり入らないとかあるのかな。ここからさ、まずこう来て、でもさ、これ無理やり行くしか、あ、ないですね、これ無理やり。よし、竜狩りの大矢、竜狩りのね矢をね人間に使っちゃダメです、絶対に。じゃあ向こうのやつもちょっと叩いといた方がいいね、教育した方がいいですよね。絶対に教育した方がいいですよね。あ、危ない危ない、あー教育されました、ありがとうございます。はい、もうね、どこでどう編集してるかわからないんですけど、とりあえずまあやってます。戦っている最中に、でっかい鎧から巨人のハルバードっていうものをね得ることができましたが、まあ、ハルバードなんで使うことはないでしょう。で、今一個気になったのがここ開くんじゃないかなと。ここちょうど登っていくとね、黒騎士の方に着くっていうか、たどり着く方なんですけど、これを当てるとダメですね。俺が甘かった。どうもね、やっぱ安定しないんですよね、何をするにしても。まあ、安定させるためにはこの辺を
しょ、この辺からね、走り出して、もう相打ち上等で、とりあえず1体引っ叩いて、あ、これは、あ、まずいかな。これはどうだ。あ、ギリギリですね。安定してないですね、あんまり。弓兵は、ああ、復活してんのか、あいつら。ダメですね。復活しちゃダメなやつですよね、あれは。ちょっとね、さっきね、よくわかんない死に方したんですけど、ここでね、なんか、つっかり死んだんですよね。もうそんなもの動画に、あ、してるかな。あ、動画にできるか。実際死んでるんだから。一回弓打つのをちょっと待って、もう突進、また突進しかないですよね。ちょっと弓落ち着くまで待ちますが、グレードクラブが今プラス9なんですよね。なので、今プラス10までちょっと上げちゃってもいいんですよね。で、プラス10まで行くと、次はどうなるのかな？進化ができるのかな？もし選ばれた、この武器が選ばれた武器だとすれば進化。進化できんでしょうけど、これどうしようかな。強靭度上げててもひるむからな。ようやく安定してきたかな。今回はね、バベリングにしてこの黒金の兜をつけてます。強靭度がね、若干上がるんで、まあって感じですかね。防御が、なんかこのゲームね、なんか中途半端にね、鎧つけても大してね、恩恵を得られないんで、結局、あ、ほら、こんな感じで、なんかたまにね、なんかつっかいんですよね。なんだかよくわかんないんですけど、自分が今どこにいるのかがよく分かってないんですよね。あとは、だから、ここからどうするか、さっき、無理くり進んだ時はどうしたんですかね。どうやって自分が行ったのか覚えてないんだよな。この辺のね、指輪がもうちょっとね、もうちょっと早い段階でね、効果を発揮してくれればいいんですけど、メーターギリギリにならないと、全くね、効果を発揮してくれないんで、全くね、意味がないというか、そのちょうどいいところまでね、バーがいかないんですよね。さて、どうしましょうかね。だから、これ、つけてる、ちょうどいいつけるものがないんですよね。まあ、アイテム発見力上げる指輪とか、まあ、これかな。あとは犠牲の指輪。今ここでの。ちょっとソウルね、持って帰って強化でもしてあげようかなと思うんですよね。試しにね、鎧の敵にさ、魔法のついてる石の体験とか、まあ、グレートソードとか標準とか一つとか試してみたんですけど、まあ、大してなんか効果がある感じもしないんですよね。まあ、それも強化してないんでね、レベル1の状態なんで何とも言えないんですけど、まあ、とりあえず進めたので進みましょうか。意外ですね。そろそろボスが出てきて、殺しにかかってくると思ったんですけどね。小部屋か。お、かかり火だ。お、お前、太陽の戦士じゃねえか。すっかり忘れてたよ、あんたのことなんて。ちょっと俺も灯していいかな。ここでようやくって感じか。あ、じゃあここでレベル上げられますね。じゃあお話聞きましょ Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. う。うん、そういえば太陽の戦士にも助けられましたからね。貪欲ドラゴンだっけ？
やつには世話になったから、俺も何かの形で恩返しができればいいんですがね。じゃあちょっと武器強化しちゃいましょうか、もうせっかくなんで。あれできないんだけど、あー、欠片が足りねえのか。じゃあダメですね。と言っても今度あれですかね、なんだっけ、あ、デーモンの斧はまだ使えねえのか。進化させてないんですね、まだ。ちょっと甘かったな、考えが。で、またここでさ、休んじゃったってことは、また俺もう先に進まないといけなくなっちゃうことなんですが、大丈夫かい？ You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. この人はいつも楽しそうだな。あの玉ねぎヘルムの人もだけど、最低限まともな人間も少なからずいるらしいな。どうしてこうまともな人間とまともじゃなさそうな人間がこう相対してるんですかね。まあ、ただカオスフレアの敵ではないですね。ただただ大したことじゃない。よっと、ごめん、当たらなかった。よいしょ。お、大丈夫なんですか。太陽のメダル、あれ、これって何よりも名誉の証じゃないですか。確か誰がくれたんだっけ、あの実家のひもり目を殺してしまった人がくれたんだったっけ。そういえば別にこんな栄誉いらないんだけどな。まあでも栄誉は栄誉だからなね。You really are それだけですか。これでまた復活してんのかな。もし復活してるんだったらちょっと稼ぎを、ちょっと稼がせてもらっていいかな。もうあと 2,3,000 ソウル。900ソウルか。でもな、これ倒せば倒すほどなのか、それともレベルを上げれば上げるほどなのかね。取得ソウルがどんどん減ってくんですよね。ちょっとそれも今検証してみるか。うん、どれだけ倒しても900で溜まってるんで、やっぱレベルを上げちゃうとダメなのかな。さて何上げましょうかね。もうぼちぼちやっぱ筋力もう一度上げとこうかな。結局ね、筋力か持久力しか上げるものないですからね。一応装備にね、貪欲つけてるんですけど、特に落とさない敵は落とさないのかな。きっとそうなんだろうね。だからここでさ、もしまず一生ね稼ぐんだったら、レベル上げない方がもしかしたらいいのかもしれないよね。まあでもまたちょっと筋力上げていきましょうか。これでね、近いうちにデーモンの斧も多分振り回せるようになると思うんだよね。まあ、振り回すと結局持久力上げない、あ、来たよ、振り回せるようになったよ。うん、良さそうだ。お、2撃3撃はこんな感じか。あ、はい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 、隙はかなり大きそうですね。まあ安定の蹴りと。なるほど。じゃあ最後にちょ、ああ足重いんだよね、ごめんね。持久力ですね。じゃあこれでどれだけソウルが、取得ソウルが下がるかですかね、今度は。当たってない。うん、下がらないな。やっぱりやっつけた数なのかな。牛頭のデーモン相当引っ張ってきましたからね。焼き頭と一緒に。
気づいたらなんかすごい取得ソウルがね下がっていた気がするんだけど、まあいいや、とりあえず進みましょうか。ちょっと何分やってるか分かんないな。オープションそこにもいないのか。でもな、もう別に敵じゃねえからな、燃やしちまえば。下手するとここ相当稼げるかもしんないな。このカオスフレアがな、もうちょっとだけ、打てればなと思うんですけどね。なかなかそう、こちら側からは開かない。そうそう、うまくはいかないですね。ここは開くのか。開けた瞬間ぶっ殺されるとかだったら本当に嫌なんだけど。何の音だ。何の部屋なんだこれ。別に何にも、やっぱりな。でも何の音なんだ。あ、ここからも参照できたかな。あれ、これ階段か、階段か。ちゃんとなんかすごい嫌な、なんだ、暗いぞここ。まあかがり火でね、かがってるんで別に、ここなんだこれ、別に死んでもね、あの痛くも痒くもないんですが、あー怖いね、めちゃくちゃ怖い。キングスフィールド感がありますね。ちょっと画面の端作戦で行っていいですか。ちょっと、うわ怖っ。柱がさ、柱すら怖いもんね、ヌーッと出てくる。うわーなんだこれ。とりあえず引っ張っこうか。当たってるかどうかが分かんねえんだよな。よいしょ。お、大丈夫だ。本当に？あれ、なんかそっち奥にも道あるから、まあいいや、あげちゃおう。バベル。ここに来てのバベリング来た。うん、大丈夫そうですね。お、バベルシリーズか。でもバベルシリーズつった重いんでしょ。 7.5。 すごく強いですね。岩のようなバベル、人の名前なのかな、バベルっていうのは。ここ、この世界では。あ、大丈夫かな。バベルの大盾ってことは、あ、もしかしてバベルの大斧みたいな、大ハンマーとかいつかもらえたりするかな。出た、大龍が。あれでも補正足りなくないですか、若干。でも18、重っ。デーモンの大斧が22だから、あー、まあモテなかないか。でもバベル系なのか。あーでもこれ、あれ、俺バベルとじゃ戦ったってことなのかな。なかなか良さそうですね。お、強っ。ちょっと、あーでも補正が足りてないのか。耐久度すごいですね。補正 D じゃダメだよね。でもだってこれでもう119の、これ今どうなってんだ。どう見ないんだ。こうしてこうすればいいのか。これで373でしょ。で、これが300。あーでも一緒、これ 両手持ちに したら違う。あ、そうだよね、やっぱ300、400、
20? 違うな、441だからやっぱ補正かかってると相当強いんだよな。うわあ、声も出る、怖いね。邪教のクラブ、打撃武器 いっぱいですね。足りてるね。あ、ただ進行がないとダメなのか。まあ、特に邪教感はないですね。刃によらない単純な打撃、苦手が少なく縦受けを崩す。あ、特に邪教については触れられていなしですね。ちょっと寂しいですね。あ、でもこれだけか。じゃあほぼボーナスみたいな感じだったんですね。大竜が使いたいのも山々なんですが、伸びるのかな。竜がっていうくらいだからドラゴンウェポンの類なのかな。ちょっとその辺は説明見ても別に何にもなかったよね。あ、でも古竜の牙をそのまま武器にしたって書いてあるから、ドラゴンウェポンといえばドラゴンウェポンという解釈もできるよね。個人の意見ですけど。螺旋階段が酔いそうだ。いる？敵。奥に一人いるね。こっちにはいない。小部屋ばっかりってわけではないのかな。おお、びっくり。なんだあれ。竜の剥製？どうなってんだこれ。ちょっと火でも測れちゃたまらんからな。やめておこう。ちょっと開けた瞬間さ、黒騎士こんにちはじゃ困るんですよ。こっちに剥製はないのか。英雄のソウルレベルアップできる。うわー、また首なしデーモン、すごいな。ここデーモンの巣窟だな。本当にデーモンパークだな。またミミックかな。ミミックもさ、よいしょ、結構ね、そのロックするまでに時間が、金の効果、時間がかかるんですよね。うん、金で作られたこの世界のね、この世界では何の価値もないとか絶対なんか書かれてそうな感じだよね。あまり意味がない、やっぱりな。いつか人の世界に帰る希望だからだろうか。帰れるんですかね。もう帰らなくてよくないですか。ここでもし平和に暮らせるんだったらそれで良くないかって思うんだけど、ある程度力をつけたらさ、もう銀の効果いらんだろう。これいつか誰かに施すことがあるんですかね。あれ、ここの螺旋階段もう一つなんか別の角度から登れそうな感じですね。どっか別のルートから行くのかな。どっかに誰かがいるな。もうね、カオスフレアはな、開けては来ないのかな。カオスフレアは撃てないのであんまり大騒ぎはできないんだけど。人だ、紛れもなくやつか。
どっから？気づかなかった。気づかなかったとか気づけない。どこから撃ってきてるのかが把握できない。まあ、扉の向こうに答えがありそうなので一旦保留にしようか。じゃあ開くかな。あ、開かない系ですか。うん。まあ、行けるところを行ってしまいましょう。そんなにね、迷うほどの場所でもなさそうだ。どっから撃ってきてんだこれ。開けたら最後ですね。よいしょ。やべえか。また怖いの裏からね来ること。扉閉めとけよかったな。ちょうど届かないとこに来てんのかなこれ。よいしょ。当たんだよな。そいつが撃っていたのか。大したことなかったな。でここも螺旋階段で特に行くところないと。行けるなら行っちゃいたいがもう黒騎士が俺をもうまあ完全マークしてきてるからな。あーあっち至るところか。二人まとめて戦うよりは一人をちょっと狙っていきたいよね。どこで誰が狙ってきてるのこれ。でもここのこの辺に、あーこれ多分2人か3人くらいいるな。当たらないしな、その攻撃も。あぶね。よし、やっぱ両手持ちじゃねえと危ないっすね。強化待ったなしかもしれん。行き止まりか。ん？お、玉ねぎさんじゃないですか。でも玉ねぎさんの近くにまた黒騎士がないたんだけどな。なんかこの辺でなんか振り回してれば当たりそうな感じもするんだけどな。まあ変に振り回してね、味方とかをやっつけちゃうとまずいんでね。それで壺は割れますからね。それでね、炭とかだったらちょっと目も当てられないしね。そしたら一旦戻る。それともこの螺旋階段どうなってんだ。もう片方の階段ってある。あ、ないな。ん、どうやって繋がってんだ。あんまり そういうパズル要素はちょっと苦手なんですけど。なんだ、俺の目がおかしいのかな。いけない、まあいけないんだろうな、こっからだと。わかりました。じゃあそしたら、じゃあ今回はこれで一旦終わりにしましょうか。で、回復をして、まあこうしてみるとまた、ソウルね、上げられ、あれ開かないのか。開かないところも多いからな。今度はちょっとカオスフレアをちょっと温存しながら、やってみようかな。まだいる？まだいるか。まあ、多少ちょっともう1ソウルくらい、1レベルぐらい稼いでも良さそうだけどな。